こんばんは、あなたです。皆様もうすぐバレンタインですね。今日は僕は自分へのバレンタインチョコを作りたいと思います。そういう企画を立てればですね、思う存分チョコレートが食べれるという企みのもと、この企画をやっております。今日自分へ作るバレンタインチョコはですね、無印の自分で作る生チョコ、これをね買ってきました。生チョコに作るために必要なものが全部入ってます。チョコレート、ココアパウダー、箱まで付いてるんですよ。作り方がねざっと書いてますね。自分で用意する食材が生クリームとかかな。生チョコ大好きだし、まあ、バレンタインといえば生チョコみたいなとこないですか。今から早速作っていきたいと思います。今冷蔵庫で冷やし始めて30分ぐらいやねんけど、様子を見てみたらですね、もう結構ね硬いんよね。説明書には1時間ぐらいって書いてあるんやけど、もういいかなと思うので多分もうね箱に入れる時点で結構固まっちゃってたから、それが原因かなとは思ってるんやけど、切っていきたいと思います。
完成しました。完成してラッピングをしてまいりました。結構ちゃんとしっかりバレンタインっぽいよ。すごい可愛い自分で作っといてないけど自分から自分へのバレンタインチョコいただきたいと思います。いやー、自分でラッピングして自分でラッピングをほどくというねいや、いいんですよ別に。バレンタインはね、自分にあげちゃいけないっていうね決まりないし、ね、だから別に好きな人とかに別にあげるとかそういうんじゃないよ。そういうんじゃないいやー、もう言い訳がすごいな。普段大事に思ってるやん、自分のこともきっとね。だから大事に思ってる自分へのバレンタインチョコだよ。うん、そういうことにしよう開けます。オープン。いやー、すごい、ちゃんとできました。生チョコですよ皆さん。生チョコやったね。生チョコやで。生チョコでは、いただきたいと思います。すごいね、形はブサイクですねでもね、愛しいですよね。うん、めちゃくちゃ美味しいよ。これぞ生チョコっていう味を叩き出してくれてますね。いやー、無印はやっぱりね、安定の美味しさがある。これもっと形綺麗でさ、ココアパウダーの汚れとかがなかったら高級チョコに見えると思いますよ。僕はちょっと下手くそやったんやけど。あー、うまい、うまい、どうしよう、美味しいめちゃくちゃ嬉しい。バレンタインのチョコをね、手作りでもらうなんてね、もうそうそうあらへんから、こうやって自分から自分へのバレンタインチョコを手作りで作るというね、イベントがあっても僕はいいと思うんだよね。すげえ幸せやもん今。めちゃくちゃ幸せ。甘いのを食ってるから幸せっていうのもあるけど、まあそれなりにね、一生懸命自分に向けて作ったわけですよ。なのでなんかすごい嬉しい一気に食べるとね、ちょっと鼻血そうやからやめとくわ。僕はチョコレート食べすぎて鼻血ね、何回か出したことあるんですよね。もう自分のチョコレートの食べれる許容範囲が全く分かってないんですよラスト1個にしときます。ごちそうさんでした。バレンタインの思い出はね、多分皆さんたくさんいろいろあると思うんですよね。僕もね、あげたもらった両方のね思い出がありますよ。バレンタインイコール女の子が男の子にチョコをあげる日みたいなねニュアンスがありますけど、もうそんなのどっちでもいい別に。そういうイベントを使ってこう好きな人に気持ちを伝えるとかね、そういう日にすればいいと思うからさ、こう思いを伝えたい、でもきっかけがないっていう方はね、盛大にね生かしてバレンタインに思いを伝えるというのはいいと思いますよ。僕は女性から男性とかじゃなくてもさ、男性から女性でもいいし、男性から男性でもいいし、女性から女性でもいいしさ、むしろもう人間から人間だったら別にいいじゃんっていうところやかと思うから好きな人に思いを伝える日、そう思うとすごい素敵な日だよね、バレンタインって。まあ、僕は僕への思いを伝えたんやけどまあいつも自分を大事にしてくれてありがとうと伝える日になりましたね僕は。あとね、僕のバレンタインはね、もう最近は1年で一番美味しいチョコレートが食べれるイベントとかしていますねこそって高級ブランドのねチョコレート会社さん、お菓子会社さんがですね、バレンタインのためだけにオリジナルチョコ新商品をいっぱい作ってくれるわけですよ。それがしかも周りで結構手に取りやすい、買いやすいというところでね、高級チョコ、美味しいチョコ、可愛いチョコをねたくさん食べれるイベントっていう風にね最近は認識しております皆さんは今年のバレンタインはどう過ごされるんでしょうかね。思いを伝える方もいらっしゃると思いますので、全力で僕はこの家からですが応援しております。今回使ったこの無印のやつ、めちゃくちゃ簡単でした。無印のその生チョコのセットと生クリームさえ買っておけばね、すごい簡単で、僕でも美味しい生チョコができましたので、ぜひ無印に行った際は見てみてください。では皆さんも良いバレンタインをお過ごしください。ではまた次の動画でお会いしましょう。